ブレーメンは、ドイツ海軍のフリゲート。ブレーメン級フリゲートの一番艦。艦名は、ブレーメン氏に由来する。ブレーメンは、ブレーマーブル艦造船所で1979年7月9日に寄港し、1979年9月27日に浸水、1982年5月7日に収益し、第4フリゲート船体に配属されビルヘルムスハーフェン。 を母校としていた。本館はドイツ連邦海軍で初めてヘリコプターを搭載する艦艇となった。1982年5月29日にブレーメン市は公園都市となる第2機動隊軍第4フリーゲート戦隊所属。講師終了後、ブレーメンは北大西洋条約機構の常設部隊に参加し、1991年には湾岸戦争のために 地中海での監視任務についている。1992年から1996年までユーゴスラビアに対する武器禁輸措置を目的としたシャープガード作戦に参加2002年以降は普及の自由作戦のために数回出動している。2007年初頭から4月までタイテロ戦争の一環として第1 5十合同任務部隊に参加しアラビア半島沿岸から アフリカの核縁側域にて展開し、その後 F211 ケルンと交代した。2009年7月、ソマリアの海賊対処のアタランタ作戦に参加するためアデン湾へ出動し、同年8月14日には海賊を関西ヘリコプターによる警告射撃で制止させた。2010年2月22日、ビルヘルムスハーフェンに寄港する。 2010年9月7日には、ナト o 常設第2海洋グループに参加するため、ビルヘルムスハーフェンを出港し地中海方面へ向かう。同年9月中頃に、ビスケーワンやポルトガル沿岸にて練習戦、ゴルヒフォックと共に、国際演習などに参加し、同年12月に帰国した。2012年5月7日に、ビルヘルムスハーフェンを出港し、同月21日に補給艦。 A1411 ベルリンと交代し再びアタランタ作戦に参加7月4日から13日にかけて F714 ゲップラットと共にアフリカ連合ソマリアミッションがチャーターした船舶をバブエルマンデブ海峡からモガディシュまで護衛している8月8日公認の F219 作戦と交代し任務終了するしかし 新型のバーデンビュルテンベルク級フリゲートの建造が進行してきたこともあり、2014年3月28日に退役した。ありがとうございます。